はい、どうも、かっぱ園長です。じゃ、あ今度ね、えー、日に日に、この普通の、このコメントを発して。普通の人になろうとしてるのか、ちょっとわからないですけど、このひろゆきさん。ひろゆきさん五六みたいな。えー、と、ちょっと発言が三つ、三種類ほどあってね。えー、と、まず、このひろゆきさんが、ね、この安倍さんを、このなんか。殺害した、この山組、山上被告に対して。えー、まあ、死刑にすべきだと。 カルトを、ね、このなんかもういつまでもこの放置している、えー、日本政府はおかしい。ねえー、と安倍さんの件とあと岸田坪内閣の批判ですかね。っていうなんかあ発言だったりとか、えー、とあと今度、パチンコ、パチンコパチスロ、これについてもひろゆきさんが、ね、こんなもんやってる奴はアホだと、うん、っていう言及があったりとか。 あとまあまあ3番目はこのひろゆきさんがこれ維新の幹事長となんかこの番組でこのなんか対談対談ではないけどまあなんかこのうまあこのね維新のねこの藤田さんっていう人ですよね幹事長がね日本維新の会ですようん結構やばくないですか <laughs> いやこうなんかねいやまあ論破って だいや論破っていうかもう議論になってないっすよねうんなんかこのとりあえず格好としてこの議論を戦わしてえ結果的になんかひろゆきさんに論破されたとかそういう格好にもなってないっすよねなんか終始なんかうーん,うーんえへみたいな,なんかちょい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 なんかこの何をごまかしてるつもりなのか ね、何も,ものよく知っていないのをこのごまかしてなんか苦笑いなのか何だか分かんないですけどずっとなんかヘラ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 笑ってるようにしか見えないんですけどもねさすがにひろゆきさんも、ね、何がおかしいんですかじゃないですけど、ね、そ知らない即答できないってかなりやばくないですかってガンガン煽られてましたけど <laughs> いやーうーんみたいなええー、大丈夫ですかねでこれ何について問われたかっていうとこれ大阪の万博あるじゃないですか ね、あれが、えー、そもそも既得権益の塊ですよねってねだって日本維新の会、ね、大阪大阪のそれもなんかまさに今この大阪万博ですよね、うん、だら知らないっていうよりは、ね、この答えにくいから、ね、なんか答えられなかったってことなのかな、うんいやまあ、まるっと全く知らない、ね、興味も持ってなかったっていう可能性もね ゼロではないと思いますけどうんそれは英きさんもツッコミ入れざるを得ないよねうんじゃあちょっとね順番にね見ていきましょうかねうんじゃあまず最初はこの山上山上被告ですよねえー、安倍元首相の暗殺は計画的犯罪なので極刑になるべきです、えー、ただし彼と同じような境遇の人を二度と出さないためにもカルト宗教が治る状況を変えるべきです 庶民は納税義務があるのに、カルト宗教に非課税の特権を与え続けている政府の思惑が理解できないオイラです。ってことなんですよね。うん。そうっすね。うん。僕もそう思いますね。うん。ね。真相を本当は究明してもらいたいですけど、ね、絶対やんないですよね。とりあえずは。うん。で、このパチンコ。ね。これももう、なんか今更、今さら、僕もこのチャンネルのこの動画でね、たびたび取り上げましたけども、 えーまあ、ただ、このパチンコ、パチスロ、ね、要は三点方式の話ですよね、うん、三点方式なんていうね、うん、もう思いっきりグ,グレーでもないな本当はブラックアウトなんだけど、ね、要はこのい違いますよ、ね、違法じゃないですよっていうことにしてるだけであって、ね、本来は違法賭博のはずなのに、うん、それはごまかして、うんまあ、おわりさんも一緒になってね、うん、っていう。 この辺のこの様子というか図式は、多分あなたも知ってると思うんで、ね、この小細かい説明は省きますけども、これについても、えー、そもそも違法だと、ね。パチンコ一言で言うと結局違法なギャンブルして金を儲けてる産業ですと。個人でいくら頑張ろうと、ね、店が得するようになっていると。パチンコは3点方式というと方法で、景品を交換することでお金に換金できるようになっていますと。まあ、興味ある人はちょっとご自身でググってみてください。 で要はこのグね、本来はアウト、ね、このブラックなのにこの、ね、グレーってことにして、ねあのー、乗,りき乗り切れてもいないんですけど、要はそういうことにしてるだけですよね。方便ですね、要は。うんでまあ、法律でも、ね、曖昧な解釈で、ね、特別に認められているんですよねで。そういった曖昧な方法で認められているようなものは僕は違法だと思っています。えー、確かにパチンコ屋の店員に監禁所どこですかと聞いてください。 詳しくは抑えられませんと言って、はぐらかされると。で、表だったギャンブルではなく、こそこそと関係しないといけない場所。で、それくらいね、うん、グレーな産業ですよと。で、ギャンブルの構造と同じなので、頭の悪い人が吸い寄せられて、えー、入ると、自分だけは儲かるという感覚になって、そこからズルズルとはまっていくと。あくの果てにはギャンブルに依存すると。で、そこにギャンブルの中毒性があるからです。で、それを、それに言い訳をして、純粋に弾が動くのを見ているのが楽しいんだという人は、じゃあゲーセンにでも行きゃいいんです。 でもそれでは満足できないでしょう、えー。ということは明らかに違法なギャンブル性があるということです。頭の悪い人が吸い寄せられるだけということで、パチンコにお金を使うぐらいならもっと他のことに時間とお金を注ぎ込ましましょう。あ、これ全部ひろゆきさんが言ってるんですよ。えー、暇つぶしという人もいますが、えー、パチンコしたところで手首回して、えー、光や映像を見つめているだけ、えー、何も学びは得られません。映画や本であれば、えー、1500円で2時間以上も時間を潰して大きな学びが得られます。 それにパチンコは頭を使うゲーム性はゼロ。カジノであれば経験や実力によって勝つ確率が上がっていく要素はありますが、パチンコにはそんなものはないです。だから頭を使いたくないアホが吸い寄せられているだけですって言ってるんですけど、これも本当その通りですよね。うんね これたね、僕のこのチャンネル動画の,このコメントにもね、いや、パチンコは合法ですよ。違法ギャンブルじゃありません。って平気で言っちゃう人がいますけど、ね、違法ギャンブルをさもそうではないかのように見せかけてるのが三点方式っていう、ごまかしでしょうん。だからそこを言ってるんであって、ね。だからそんな、ね、この、いや、あれは合法ですよ。違法ギャンブルじゃないですよって言ってるのは、要はもう、パチ屋側の、ね、言い分でしょうん。だからもうまさにこの、ヨった連中。ね。 うん、だからあれらですよ、韓流ですよ、韓流、半島流違法賭博なんだから、本国でも禁止されている違法賭博なんだからさ、うん、っていうのが分かってて、あの発言だとしたら、ね、うん、完全に日本社会の敵側の言い草ですよね、うん、何言ってんだよ、ちゃんちゃら君が、としか思わないですけども、ね、あんなもんは日本に、ね、だってまさにだってそれでめし,しのいでる輩からがそういう輩からじゃないですか、うん。 でそういうやからと同じ、ね、そういうやの言い草、言い分と同じことを言ってるってことは、お前もそういうやからだろっていう判断ですよね。うん。気持ち悪いですよね、普通に。だからそんなのがまだ普通にね、うん。日本国内にもいるし、ね、そもそも僕のチャンネル動画のコメントにも湧いて出てくるってことは、ね、絶対数は、それは前世紀に比べれば数も減ってるんでしょうけれど、ね、あれは競技人口とは言わないな。被害者か。 被害者でもないな、ね。好きでやってんだからさ。うん、まあなんかそういうこの,、ね、この産業というかその規模は確かに縮小してってますけど、うん、とっくの昔にゼロに、ね、なってなきゃおかしいっていうかそもそも存在させてはいけない輩の、ね、存在させてはやらせてはいけないしのぎなんですから、うん、病で撲滅させないとダメなんですけどね本当はね、うん。何を言ってんだよと思いますけどね。<laughs> うん で、最後はなんか、ひろゆきさんが、ね、このなんか、維新の幹事長、なんかもう、古ぼっこどころじゃないですよね。そもそも議論になってないんだもん。ヘラヘラ笑ってるだけで。これ見ました映像。やばくないですかこんな人が幹事長で。ね、ひろゆきさんも言ってましたけども。うん。まあ、日本維新の会ってそういうことですよね。つまりね。で、どうでしょうあなたは、この、例えばこの万博。ね、万博って必要だと思います はもう日本で、だからまあオリンピックと一緒ですかね、僕から言わせてもらうと。ね,ねオリンピックだ万博だなんて、もう電通の運動会と文化祭としか思えないんですもんだって。いらないでしょ。いらないっていうか、もうやらせたらダメじゃないの。うん。で、まあなんか経済、えー、経済効果が経済効果がみたいなことをなんかブツ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 連呼してるんですけど じゃあ具体的に何なんですかでで万博の,この成功とか失敗とか成功ってつまりどういうことですかって散々、このひろゆ之さんにこの言われるんですけどなんかもう<笑>、ね、苦笑いどころじゃないっていうかこの維新は、ね、なんでこの人を送り込んだんですかねまさかこんな展開になるとは思ってなかったんですかねうんねえだからもうねえ電通運動会も電通文化祭ももう結構ですよと。 うんね、だからまあ今回の件、まあ、興味ある人は実際にそのね、あのー、やり取りを見てもらいたいですけども、まあ、ひろゆきさんがすげえな、さすが論破王っていうよりは、<laughs> 幹事長がだいぶやばいかなっていう、ね、個人的にはそういう感想ですけどもね。<noise> ということで、今回は以上です。ありがとうございました。